歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが2023年6月22日自身の SNS を更新。娘麗華ちゃんの1歳の誕生日に送った品について明かした。この日團十郎さんは探していたもの出てきたというタイトルでブログを更新し、麗華の1歳の誕生日に私があげた器がありと、麗華ちゃんの1歳の誕生日に器をプレゼントしたことを説明。どこへ行ったかなと思っていたと言い、ありましたと発見したことを写真とともに報告した。続けて中身も確認したと言い、美しいとコメント。さあお稽古するかと述べ、サウナから泳いで空っぽの私にコーヒー入れてから稽古ですと綴り、ブログを締めくくった。この投稿に読者からは、一生もののプレゼント、愛を感じます、見つかってよかったですね、などのコメントが寄せられている。